大、はい、大阪大学の清野です今日は心拍変動の非ガウス性ということで心拍変動にはね非ガウス性っていうのが見られます。でこの特徴は心不全とか心筋梗塞後の患者さんなどね予防予測で有用ですよっていう報告を我々してきました。で今回はこの非ガウス指標についてまず導入的な話をします。で 皆さんねあの解釈がわかればいいんだよ特に解釈っていうのもまあ生理学的医学的なまあこう使い方を知りたいという方もいると思いますがまずは数理数理的っていうのはまあ数式で書いてどう理解していくかっていうことを説明していきます。まずは日が薄ガて目でって目で見るとねどういうふうに見えていくかっていうことをこれ示してます。で これは上、あの、このね、心拍変動ですよね。これね、上も下も、これ、パソコンで私が作った、えー、時系列です。模擬 HRV、ハードレッドバラエビティね、コンピューターで作ったもの。で、この上側ってね、まず説明しますね。こう、ガウス過程って書きました。で、ガウス過程って何かっていうと、値のね、分布が正規分布に従う過程がガウス過程です。正規分布、 とガウス分布全く同じものです、ね、ガウスがまあ正規分布をねあの誤差論で導いたと誤差の分布として導いたというところでまあその経緯を表してガウス分布という場合もあります。で上側はですね完全なガウス過程つまりこのデータっていうのは正規分布に従います。どういうことかっていうとこのね値各値ねこ線でつないでますよこれをですねこう瓶に分けてヒストグラムを描くとこういうふうになります。 この青い線ですで赤い破線見にくいですかねこれね青いあ赤い破線これはね正規分布をフィットしたやつですのでほ,とほぼ一致してるでしょだからねこの上側の例っていうのはこれ正規分布に従ってますそしてちょっと心拍変動を模擬するためにこの LF 成分 HF 成分のピークが立つように作ってますそしてこれとの比較でこれね ちょっとずつ変わっていきますよ。ちょっとね、注目してほしいのはね、ここの値ですよね。ラムダが0って、これ正規、あ、ガウス過程の場合がラムダが0です。ここから数字がね、増えるごとに非ガウス性が強くなってきます。で、非ガウス性って何かっていうと、さっきね、正規分布に従うのがガウスですから、この正規分布である赤い8000、これ、ね、0の時ね、ちゃんと合ってる。ここからね、この,この値が0.01とか02とかなっていくとね、これ、 真ん中がね、正規分布よりこあ高くなって、こうね、ここちょっと凹んで、裾がね、ちょっとね、ほんと熱くなってます。こ,このデータ増えてます。っていうふうに、ガウス性、非ガウス性、これ何かっていうと、正規分布に従うかどうかっていうことです。ね、正規分布に従うかっていう、従うかどうかっていうことを言ってるだけ。で、真ん中のここのね、データ、これありますね、これね。パワースペクトルってこれ、上と下ね、ほとんど変わらないですよね。下側が。 こう徐々にね、ヒー・ガウス性、あ、ガウスに近づくあ。正規に近づいたという時から、ヒー・ガウスになっていきますよ。どんどんヒー・ガウスになっていく。これがね、ずっと尖をっていく、尖っていく。はい。ヒー・ガウスになっても、パワースペクトルっていうのはね、ほとんど同じ。変わりません。で、時系列がどう見えるかっていうところを、まず見てほしいんですよね。ヒー・ガウス性何ですかっていうと、この時系列ですよ。ね。まず、こうとこう食らいますよ。これ。あ、まあ、正規だね。まあ今これ、比較のために正規分布のとこから、徐々に変わっていきますよ。 こっちじゃなくて、こっち見て。はい。そうするとね、あれなんかぐーっと伸びてるとこがありますよね。ここ伸びてる。ここなんか逆に縮んでる。ここちょっと伸びてる。ね。こういうこと。非ガウスとガウス。比べると何が違うかっていうと、こう、分散。ローカルなこの幅が、上はほぼ一緒。これ一様って言うんですね。ね。ホモジーニアス。で、こっちは非ガウスになってくると、こっちのこの幅が、 非一応、ヘテロジーニアスになってきますよね。っていうことで、この幅がこう大きくなったり小さくなったりする特性っていうところに非合成が現れているということです。さあでは、もうすごく基本的なところから説明していきますよ。心拍変動の特徴の解釈でもう私も非常にね、心配しているところあります。あの、医療検査の指標で、 ありますよ血圧とかね血液検査とかいろんな指標ありますよねそれに対して心拍変動も確かにね解釈いろいろありますよ自律神経の、ね、活動を、ね、反映して解釈できますががこう時系列っていうのはね解釈が難しいですよねっていうことをまず言いますよ。 はい。ここで書きました。心拍変動特性の解釈は単純ではない。ね、で科学の用語。もう基礎の基礎、まあ。科学というか、科学哲学というか、はい、基礎の基礎からいきます。機能法と演疫法。科学的な正しさを示す、まあ、この方法のうちね、代表的な2つ。はい。これ、機能法っていうのは、いくつもの実、あの、観測をして、あ共通の性質によって、 あこれは共通で成り立つ事実だということを導くやつねこれが機能法です機能法では複数の観測結果から共通の傾向共通性や傾向を見つけるということですよねただ今この子供がよく使いますよねゲームゲームビデオゲーム任天堂スイッチを買ってほしいときに何々、えーね、ちゃんも任天堂スイッチ持ってる何々ちゃん何々くんも任天堂スイッチ持ってる何々、ね、くんも任天堂スイッチ持ってる こういういうに複数の観察結果多くのもう自分がもう聞いたらもう全員持ってた。ということは子供はニンテンドースイッチを持ってるという共通の性質これを使って自分は持ってない、ね、これはおかしいということを言うというねこれはちょっとまあへりくつですけども、はいまあ、自分が持ってないんだから判例がある時点で駄目ですけれども複数の 観測が同じ結果を示しているということをもってあこれは共通性だというのがこういう議論が機能法ですよね、はい、で演疫法ではまずね正しいこれも確実に正しいっていう道具を持ってるんですよね。 でもう一般的普遍的に成り立つ原理法則から結果を導くこれまあ物理なんかであれば例えばニュートンの力学であればねニュートンの運動方程式ってこれ正しいものなのでそれを使って計算して出た結果っていうのは正しいということですね物理では当然演繹的な考えっていうのはねよく使います他の分野でも使いますけども生理学医学生物学 本当にそれが普遍的かというところがねあの実証されてなくても演疫的にね結論を考察することってあります。でそういう時にちょっと間違ったりすることがありますよっていうことは注意してくださいっていうことでいいですか今までね主張されてる事実が正しいかどうかを科学的にお話しする時これ大事なのはねこれ科学的な正しさっていうのをどういうふうに担保するか。ね、でここポッパーの反証主義あります。 それで私、あの、大学の時、あのー、現代思想っていう雑誌を読んでました。はい。かぶれてました。はい。で、あの、特集号とかでね、あのー、はい、書いてある。まあ、はい、ポッパー。つまり、科学の正しさっていうのは、まあ、繁可能性っていうのがまあ前提になるよと。で、これ何かっていうと、あのー、もうそのまま、過去に勉強したまま言いますと、ペンギンっていうのは空を飛べない動物ですよという時にね、 観測であ確かに1匹も飛んでないペンギンは空を飛んでないということでペンギンは空を飛べないだけど1匹でも空を飛んでるペンギンを、ね、観,察観測しちゃったらでもこれも事実っていうのは正しくなくなるということですよね。でまあ干可能性っていうことでその言ってる主張が正しくない状況があればね それは正しくないし、正しい正しくないあるいはまあ限界を定めるのもいいですねこの範囲では正しいけどこの範囲では正しくないというところでね反証があればんちょっと正しさはもう一回疑ってくださいよねっていうことをここでは私は言いたいです。そこで、まあ、心拍変動指標の解釈ってねいろいろ書いてありますよね。あのハイフリークエンシー HF ねこの呼吸に関係したこの変動っていうのはねあの 心臓瞑想神経の作の作用で作られてますよとだから副交感神経の働きを評価できますよとかねでここでねちょっと怪しいものを3つ書きましたちょっと引用はなしにさせてくださいで例えばねあの低周波数ローフリーケエンシー LF 成分っていうのは交感神経の活動を反映してますよと一部ねであるいはまあ交感神経副交感神経双方の活動を反映してますよとそういう指標ですよという主張 ビシッと書いてあることとあると思いますあるいはねこのリトレンディッドフラクチュエーションアナリシス DFA の短,期短時間スケーリング指標 α1 ってよく書かれるんですけどこれは交感神経の活動を反映していますよとかローレンズプロットの SD1 オーバー s d 2これは交感神経の活動を反映していますよとかでこれはどういう意味で正しいかどういう意味で主張されているかっていうのは、まあ、ある実験するわけですよね。例えば 姿勢を変える。横になってる時っていうのは副交感神経が優位です。これが立って立ち上がると交感神経あるいはまあ圧反射ですね圧受容器反射っていうので血圧の調整が入ってきますので確かにまあ交感神経の器用はあるかなとでその条件を比較した時にこういう指標の値が変わったという事実を報告するわけですよね。まあ、あるいは、えーまあ、病気、まあ、例えば心不全などであれば交感神経の、ね、活動がこう更新した。 状態になりますそれを例えば β 遮断薬を飲めばそれを抑えるという効果があるでそういう条件が変わった時に確かに期待されるような変化をするかなという意味でこういう腫瘍っていうのは解釈されるわけですよね。で特にまあ心不全の患者さんなんか交感神経が更新するっていうのがまあ典型的な症状ですけれどもこういう腫瘍っていうのは実は反対の動き 交感神経が活動していると言われるような変化を示さないということがあります。で、その時にあれ解釈の正しさって何ですかねっていうことですよね。うん。で、やっぱり判例がある場合には当然あちょっと解釈っていうのはある範囲では正しいけれどもねというところで注意する必要がありますよということで何かちょっとねこ難しいことを言いました。A、えー、ですよね。で。 こういうことが普遍的な事実として演劇的に議論するということは危険ですよということが言いたいんですよということです。で今日は非ガス指標の説明なのになんでこれ言ったかというところですけども、これはも常々こういうことをね注意して心拍変動の特性って解釈してくださいねとねいうことが言いたいわけです。はい、次いきます。ただしね、やっぱり科学の分野、いろんな分野あります。医学、生理学とかね。私はあの物理学出身です。 ね、その時にですねこの各分野の理論的な厳密さこれの何て、えー、ですかね、あのー、数学者をね面白く言う,こうお話があります。はい、でこれはね「スコットランドの黒い羊」っていう、まあ、面白い話で最初はねあの私が日本大学に。 あの数学を教えてましたその時に今野先生に教えてもらってあ大変面白い話だなと思って久々に思い出してインターネットで探してきました。でこれはねこういうことです。まあ、3人の、まあ、科学者があのスコットランド旅行に行って、えー、電車の窓、ね、汽車とかもしれないけど窓から外を眺めてましたそうするとね1頭の黒い羊がいたんですよということですよね。その時に各科学学者者はどういうういい考察をすするかということこですで今回ちょ天文学者 っていうところを、まあ、ちょっとよくないかもしれない。これお,お医者さんとかね医学者とか生物生理学者とかそういう方だと、まあ、言い換えてもいいかもしれないなというちょっとごめんなさい偏見です。例えば3人にします。天文学者の代わりに、まあえー、お医者さんがいましたというところですよね。で三人仲良い,い3人がはい電車に乗っててはい羊を見ました。そうするとまずねあの一番上これは天文学者になってますけど、まあ、お医者さんとかねそういうの方は言うわけですね。 ああ,ああ、スコットランドの羊って黒いんだねと。ね。あ,あみんな黒い羊がいっぱいいるんだねっていうふうに言う,言うわけですよね。で、その時にね、物理学者はね、いや、そんなこと言えないでしょと。たった一匹黒い羊を見ただけなんで、物理学者はこう言うわけです。スコットランドにもまあ少なくとも一匹は黒い羊がいるよというふうに言うということですよね。最後に数学者は。 おい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 ね何を言ってんだと観測した事実からねちゃんと解釈正しい論理を導かなきゃいけないよと君たちの考察は浅いよということです。この観測から言えることはスコットランドにはこの片面が黒い羊が少なくとも1頭いるっていう事実が言えるだけであって。 この羊の向こうの面が黒いかどうかなんて観測してないからわかんないでしょうということですね。はい。ということで、見た事実、観測した事実の範囲で正しさっていうのはありますよということです。これを注意してくださいっていうことが言いたいです。心拍変動もこの条件で見てみればこういう違いがあったというところで、その解釈を一般化するっていう時には常に誤る リスクがあるとということをこをのお話で、言いたいたですで、す。戻ってきますが、そういうことです。ということで、心拍変動についても、まあ、前提、実験条件であるとか、患者さんの背景が違えば、解釈も当然違ってくる。そういうことがあるので、注意してくださいよね、ということです。で、ここではですね、そういう指標の解釈を強調したいわけではないです。なぜ日が薄いでしょう指標か。 心拍変動指標っていろんな指標ありますでそれっていうのは心拍変動の特徴をまあ数学的に考察してあこの仕様とこの仕様とこの仕様あればうまく心拍変動のね特徴って評価できるよねというふうに考える方法もありますが実際は違います実際はみんなが適当にあこれもいいよねあれもいいよねっていうのであのとりあえずたくさん書いてあるだけであのー、ちょっとおかしいのは あの全く統計的には同じ量でも違う指標として、ね、説明してやったりする。もうこれ最近言いますけど RMSD、ね、とか SDSD 統計的にはもうこれ同じものですよね2つ書く必要ない。うん、だけどもまあ書いてあるということはありますね。うんはい、いますよでまずね時系列解析の分野ってあります。これはまあ数理的数学的な理論がねあのずっと作り上げられてる領域あります。 でそこではね数学の扱いやすさとしてこう自己相関中心主義って私が言ってますけども、まあ、自己相関関数っていうので時系列のこの振る舞いこの変動っていうのはもう完璧に特徴づけられるんですよというふうな前提で話が進んでいきます。でそういうのは線形過程とか言います、まあ時系列の性質がね、まあ、その性質っていうのは背後でこの時系列を支配しているルールが、まあ、時間が経っても変わらないこれをね定常性って言うんですけど。 まあ自己相関の性質が変わんないっていうことで弱定常と言われる性質があります。はい、でこれはあくまで数学的に扱いやすいように人間が条件を決める。この時にこの時であれば、ね、確率過程の特性が特性はパワースペクトルで完全に特徴付けられるのでパワースペクトルを見ればいいんですよということですよね。だから心拍変動の代表的な指標 周波数領域仕様っていうのありますよねこれパワースペクトルを見るんですけどこれなんでかっていうと一つの理由はいやパワースペクトルでこの世界のの全てを語り尽くせるでしょうというまあなんていうか、うん、あの枠組みがあるっていうかね数学的なあのなんていうかな、えー、はい世界があるということですよねまあ定常であれば自己相関関数とパワースペクトルは同じ情報を持ちますところがね現実の信号って2番目書きました 生態システムこれ生きたシステムって別に線形でも定常でもないよということで上に書いたような自己相関中心主義では特徴付けるのに限界があるということでね線形システムとしての記述には限界がありますよということです。で私はまずどういう指標生理学的な解釈がどういうふうになるような指標を作りたいわけではなかった。 出発はこういうことですよね。心拍変動の線形でない特性、つまりは非線形性ですけど、これをちゃんと数学的に記述したいと、その道具をまず揃えてから、ね、そういう性質をちゃんと考えましょうよということです。ね、ここに書きました。非線形な特性があるのであれば、それを定量化したい。数値で表したいわけですよということです。そこで、まあ、心拍変動の非が薄性であるとかね、その特徴を表す 日が薄指標とかそういうのを定義してきたわけです。ここです。ですので、まあ、いろんな過程があるし数学的に美しいというかそういうことはありますけれども従来の心拍変動指標ではね見えてない面カバーできてない面があるんですよと。ね。それ何ですかというと一つ「ヒーガウスですよということです。見えててない面裏面が裏裏がっっちょっとね あの直接的にはね対応ないですけど見えてない面があるそれが非ガウス性だということですはいじゃあまあ線形過程と非線形過程あるいはねここ線形過程を今ガウス過程とまあ言ってるという立場です、ね、で非ガウス過程は非線形過程ですはいで先ほど時系列をお見せしましたよねあれコンピューターパソコンで作った時系列ですけどこれあれはこのね式で作ってます一番上に書いた これ何かっていうと XT と XT マイナスデルタ T とか2デルタ T とか書いてあります。過去の値を使ってそれにね A1 から A14 これは14時の自己回帰モデルですけどもそれを使ってねさっきの、あのー、心拍変動もどきの時系列作りました。でここにノイズイプシロンっていうのが足してあります。これ何かっていうとはい白色ガウスノイズです。 白色っていい。うのは相関がないガウスっていうのは正規分布に従うノイズを入れましたそうするとね出てくる揺らぎも正規分布になりますよはい一番上のモデルっていうのはこれはもうパーフェクトに線形過程パーフェクトにガウス過程のモデルですこれでね全て現実の,あの心拍変動をモデル化できるわけじゃないですよということが言いたいです 何かっていうとあそこのイプシロンですよね。あれガウスノイズって書いてあります。白色の部分は置いといていいです。正規分布に従うノイズなんですよという仮定がありますがあそこをいやいや非ガウスかもしれないじゃない正規分布じゃないかもしれないじゃないということでこの形ですよね。ここイプシロンのとこを具材とオメガの2つのランダムなね変数の掛け算にしますがオメガは。 エクスポネーシャルですすね E の肩にのせます、はいね、でここでですねこれ別にいろんな仮定があっていいんですけども、まあ、正規分布を基本にして考えますけども具材もオメガも正規分布に従うノイズです。あれあれまた正規みたいな思うかもしれないですけどこエクスポネンシャルの型にね正規分布を載せるとここの部分対数正規分布に従ってこのね揺らぎをね変調するので。 結果としてねイプションって非ガウスノイズになります。はい、でパワースペクトルを使って心拍変動を特徴づける評価する、ね、分析するそういうことあります。それっていうのは要は自己相関関数を見てるんですがパワースペクトルっていうのは主にこの書き方であれば具材の自己相関を見てます。オメガ、これはですね分散あるいは標準偏差をこうね幅を変えるものなんですが。 これもね相関持っててもいいんですよということです。で、具材の相関がここでいう自己相関、オメガの相関がここでいう分散の相関、これは別物であって、2つの相関っていうのは時系列の中に入っていることがあるんですで。こうですね。で、この上側に書いた式では具材の特性は通常のパワースペクトル解析で評価できますが、オメガの相関は従来のやり方では評価できませんよっていうことです。 ここではね、詳しくはちょっと言い,言いません。でこの2番目の記述ですね具材とオメガをかけるとこの時系列ですよね心拍変動がどういうふうに変わるか見え方がどう変わるかを絵を使って見せますよ。はい、ここです。まずねノイズの掛け算で非ガウス揺らぎを作るということでオメガと具材出てきましたよねちょっと大きくなりますよ。はい。 具材ってこれがですね、まあ線形過程、ガウス過程であるんですけど、これは普通のなんかゆらゆらゆらしてますよね。この場合ね、確かにちょっと幅がね、多少は変わりますけど、おおよそこの幅。幅。幅はおおよそずーっと一緒なんですよね。一緒なんです。これが具材です。もう一つ、オメガっていうノイズを生成します。今回これはですね、ここあの、 ちょっと相関がある揺らぎにしてます。ね。で、幅が上下してるじゃないかと。ね。上下しますか。これも正規分布に従うガウス過程です。こうですよね。で、2つのガウス過程、正規分布に従うノイズを用意します。こちらもこちらも異なる相関特性をしてます。そして、このノイズをイプシロンの肩に乗せます。はい。イプシロンの肩に乗せるとどうなりますかこれね、ちょっと。 幅の値何なんだいと思うかもしれないですけども、まあ0をまたいで変わるような量にしてあります、今はね。だから実際の心幅変動みたいに、えー、800ミリ秒とかそういうことじゃなくて、えー、もう数,数字のおもちゃなので、ちょっと軸は省略させていただきましたここ、ね。オメガを E、エクスポネンシャル、自然体質の手の肩に乗せると、ね、こういうふうに0からこうね、上の値になります。これね、破線が0のところでライン書きました。ね、なります。 で、非ガウスノイズっていうのは、この元々のこうガウス過程と、このね、E の型に乗せたガウス過程を掛け算したものになってますよ。ということですね。これ掛け算させました。そうするとですね、これ見てください。一番最初のスタートはね、この具材の時系列だったのが、これをかけることによって、これ見てください。あ、ちょっと幅が広いとことか、細いとことか出てきますよね。うん、当然ですよね。この値がこう大きいところは、この幅が広げられるから、大きくなる。 大きなところが幅がまあちょっと小さいところはこう小さいところねこの幅がちょっと小さくなるということで場所によって広がったり縮んだり広がったり縮んだりこういうことがあるわけです。で結局この2つの、ね、ノイズの掛け算でこうガが薄時系列が出てきますよということです。この性質を見たらどうですか あるいはこの性質って心拍変動にありますよねと今まで見てなかったですよねっていうことは言いたいわけですただまあこのヒーガウス仕様って正直もう 2000, 2000何年ぐらいかずっと言ってますが、うんはいね、ただ私あんまりあの自分の成果の宣伝っていうのは力入れませんので、はいまあ、久々に言ってますというところで次です ということで、一番最初に出てきた非ガウス過程、非ガウス性のも、ね、数値例っていうのを見てみると、確かにね、こう分布がね、非ガウスになってる。正規分布である破線の部分ね、赤い破線からずれてるよねと。で、元の時系列っていうのはこうね、確かにこうね、幅が、一応これは正規でね、ここ外れていきますよ、だんだん。 細いとこが出て、ちょっとシェイプが細くなるとこ、ちょっと広がるとこみたいなこうバラつきが出てくると、これが非ガウス性です。パワースペクトルでは、ね、特徴付けられない。分散が一応。まあ、この状態では一応ですけど、ね、ここから変えていきますよ。だんだん非一様になってきました。はい、これが非ガウス。そして、パワースペクトルは、ほとんど一緒。 変わりません。これではこの違いっては見れません。いいですよね。そして分布ね、この時系列の分布っていうのは、はい、こちらね。正規分布である状態から非ガウスだとこう尖っていきますよね。はい。ゆらぎのこの分布が正規分布この赤い破線とはずれてますよということです。で、これだとねなんか細くなっただけじゃないのって思われるかもしれないんですけど本質的に形が違います。はい、行ってきます。 厚い裾を持つ非ガウス分布これになってるんですよということですね。で、さっきね、見た時にはこうなってましたよね。まあ先っぽがこう尖っていってるから、これいやいや正規部分布の表示偏差をこう変えたらいいじゃないというふうに思うかもしれないんですけども、まあ感じるかもしれない。だけど、実はね、この端っこも随分変わってるんです。ここ見にくいんです。確率がね、非常に小さいから。で、これ、えぇ、ー、違うだけかなって本質的な違う、 をを見るためには縦軸を、ね、ログ取りますこれはまあ我々の分野ではよくやりますが縦軸ログ取っちゃいますでガウシアンって書いて書きましたがこれ正規分布ですけれども E の x 2分の分 x2 乗これは正規分布の形この青い波線は正規分布なんですけど縦軸ログ取るとログ取るとこの e の部分がなくなりますよねそういうことでス x 乗に変わりますのでそうするとグラフはこうです。 ね、ログリニアプロットということでこっちがログ横はリニアのままですそうすると今度はねこの中心部分ってちょこっと出てるだけなんですけど裾の部分を見てください正規分布だったら絶対二次関数のようにストンと落ちるんですよストーンと落ちるけどログ取ると今度見てください広がってますよね広がってますこれが熱い裾って言われるんですよファットテールって言われる つまり裾が厚い非ガウス分布になってきてこれは本質的にこの2次関数とは違う関数形ですよね。関数ですよねということではい非ガウスの性質っていうのをね見るときは見るときは縦軸ログにねした方が見やすいですこっちじゃちょっと見にくいです、ね、さ先っぽがちょっと細くなってるだけじゃないのというか全体的に細くなってるだけじゃないのということだけではなく裾が広がって厚くなってるんですよね。 いうことです今日はですねこの詳しくこれをどう特徴付けるかどういう指標どうやって指標の値を決めるかっていうのは飛ばしますはいこういう,うにね裾が熱くなるっていう現象があります心拍変動でもありますねこちらね早野先生と一緒に研究した研究してまとめた論文まあこれ私がこう書いた論文こういうのありますけどもこれはですね心筋梗塞後の患者さん3例 をグラフ書いてます元の心拍変動はこの1,2,3例です、まあ、サバイバーノンサバイバーは観察期間に生存されていた方ノンサバイバーは比較的、まあ、短い期間で、えー、亡くなられた方の時系列を出してますでこのままではね分析できません先ほど最初に言いました心拍変動は否定常なのでこうベースラインが変わるんですよねこのベースラインのねばらつきを除きます取り除いたものがこの真ん中の段です そうすると、こういうことですね。非ガウス性というのは、この幅がどうばらついていくかっていう性質です。これちょっと太いとこ細いとこありますよね。グレーのラインが標準偏差で決められる範囲です。ちょっと薄いですけどね、見えますかね。でそれを超えたり小さくなったりしているとこはありますよね。これももっと激しくあります。そうすると、これの分布、ね、を見て、縦軸ログですよ。縦軸ログを取れば、正規分布なら2次関数ですけど、裾が厚いってこう,いう,うになっていくんですよね。で、こちら、はい。 ああ、確かに正規分布はこれ破線です。違うね。ああ、また広がってる。さらに広がっているよねということで、どんどん広がっていきます。いいですか、こういう,う広がっていきます。で、我々の報告では、こういうふうに非ガウス性。まあ、この裾の厚さですよね。裾がこう広がりが大きいほど、予後不良という傾向がありますよという報告でした。従来のこの。 一般的な心拍変動指標ではね評価できない特徴というのがこの非ガウス性ですよということです。はい今日はね非ガウス性って時給率のどこ見てんのっていう話をしました。ということでまとめます。心拍変動には非ガウス性確か見られるんですよねっていうことです。で心不全患者さんとか心筋梗塞後患者さんのね、えー、生命予後の予後予測因子です。 またたねここれああのー、本当にありがたいことです私自身はねあのー、非ガウス性を使った応用っていうのねあんまりちょっと最近手をつけられてないんですがいろんな方が確かに非ガウス性非ガウス指標の有用性っていうのを、まあ、示していただけているきているという感じますのでそれもまとめたいですよねそのうちねはいで非ガウス性っていうのは従来の心拍変動指標では、まあ、特徴付けられないものとして導入しましたですので これが何かね、生理学的にどうこうという発想でやってるわけじゃないです。見れてない、特徴付けられてない性質があるよね、ということで、非ガウス性指標っていうの、非ガウス指標っていうのを特徴導入しましたよ、ということです。非ガウス性の生理学的起源っていう、心拍変動の非ガウス性の生理学的起源の解明っていうのはまだ不十分です。ただ、まあ、交感神経の過剰更新、更新があれば大きくなるっていう傾向は見られてます。で、これも先ほど注意しましたよね。 観測した範囲でのみ、それは言えますのでね。はい、いいですかね。あのこれ注意していきます。あの心拍変動のね。例えば特に lf とか a t f とかをもう。これはもう自律神経の指標だというところで、あの解釈を拡大してね。もう本当にあの？議論されるケースが増えてますので、これはちょっと注意したいなという風うに思ってますので、皆さんもまあ解釈っていうのは？ 慎重にしてくださいといととうこでですで私もねヒーガウス性が交感神経の使用だよなんていうことはいいですかはいあの絶対的なコメントはできませんある範囲においてはそう見れるねというところですはいで参考文献あげときますいくつかね参考文献あげときますヒーガウス指標についてもね詳しくというか分かりやすい説明本当はねあのー、与えるべきだと。 思います私ももう反省してますなんか分かりづらいなっていう印象を持たれるみたいでうんただもう私としてはね数学的にはもう明確ですあ最近2023年もね、あのー、マドゥールとね一緒に書いた論文もありますがマドゥール英語が難しいんですよねうんあのもうほんと初めて見るような単語を使うんでちょっと難しいんですけどでもちょっとずつ分かりやすいあの、はい、説明をして 本当にね、役に立つものであればね、使っていただきたいしね、役に立つものであればね、そういう、そういう、やっぱり、うん、医療という分野でも貢献できるようにしたいと思ってます。はい。ということで、いつもね、この動画、今日久しぶりですけどね、あの、次回予告で、次回って、ね、違う、次の回って今,今後ですかね、すぐではありません。ただ、 ヒウス市場の計算方法であるとか心拍変動の日川性についてね研究論文いくつもありますねそれをまとめたいとかガウス性ちょっと数学面白い数学面白いただみんな興味がないと思いますけどもあのーはい、美しい数,数学のこの枠組みがあるのでそういう話をまあ今後機会があればやりたいと思います。ははいじゃあ今日はねあのひまあ この心拍変動の話では初めてヒーガウス指標っていうのをやりました。で、散々ざんなんかあの非線形指標って非線形じゃないって言ってきましたが、でヒーガウスではもう確実にヒガウスあ非線形です。ヒーガウスは確実に非線形です。はい。ということで、はい。今日はありがとうございました。